どうも、逃げイラストレーターの群馬くんです。素人が3ヶ月でプロ似顔絵チャレンジ企画、いよいよ第3週目の似顔絵添削をしていきます。簡単に企画の概要を説明します。似顔絵素人のすずさんが3ヶ月似顔絵練習してプロを目指す企画になってます。1日1名の練習してもらって、週で1回僕が添削していきます。で、6月中は鉛筆で下書きのみ、7月中は筆ペンでペン入れ、8月は水彩カラー仕上げまでやります。さらに詳しい概要とチャレンジするすずさんの詳細が知りたい方はですね、ぜひ第1回の動画を見てください。こちらになります。1週目です。次にですね、似顔絵師イラストレーターを目指す人へ心構えについてというお話をします。添削に入る前にですね、今週のアドバイスちょっとさせていただきたいなと思います。まずですね、絵で食べていきたいってすずさんそう思って今回この企画に挑戦してくれてますし、そういった人は世の中にいっぱいいると思います。絵で食べていくには結構まあ先が長くてですね、特に今練習している段階だと、本当に俺似顔絵描けるようになるんだろうかって、まあ、僕もですねめちゃくちゃ不安だったのを覚えてます。やっぱり似顔師になるメリットっていうのをしっかり理解して目標を立ててもらうことが大切だと思うので、そのあたりを解説した動画をですね紹介します。心構えのおすすめ動画1、絵で食べていくのは無理だからやめとけ。こちらですね、なんちゅうタイトルだって感じですけれども、僕のですねめちゃくちゃ熱い精神論をですね語っております。完全な精神論なんですけれども、絵描きになりたい人への僕からの全力のエールのつもりです。しっかりした精神があるからこそですね、行動ができて成果が出るんだと思いますので、まずは精神論が一番大切かなと思います。内容としては、絵で食べていくのは無理だからやめとけって言ってくる人は全部敵だっていう暴論ですね。あと、やりたいことを諦める人生に生きる価値はあるのか、自分の人生は自分で決めるんだっていうことと、行動する人はですね成功する人だ、だからこそですね、たとえ失敗したとしてもそれは学びでしかない、自分の幸せは自分で決めるっていう内容になっております。熱い話なのでぜひ見てください。心構えおすすめの動画2つ目ですね、似顔絵師になると幸福になれるっていう、これまた怪しいタイトルになってるんですけれども、似顔絵師になるとですねどんなメリットがあるのか解説しています。内容としては、得意なことで喜んでもらってお金ももらえるっていうところですね。あと、仕事の本当の楽しさっていうのが知れます。で、絵を売るっていう商売の本質が学べますよね。あと、似顔絵が描けるとですね、絵がどんどん上手くなってって、イラストの仕事とか仕事の幅が広がるようになります。そしてですね、自分の得意なことでお金をもらってこう喜んでもらってっていうと、自分ってすげえなっていう価値がつくんですね。こんな感じでですね、似顔絵師になるとですねメリットがいっぱいあるので、この似顔絵っていう職業はこう人生をかけて挑戦するっていうのにふさわしい職業だなと僕は思います。似顔絵師になると幸福になれるっていうのも一回見てほしいかなと思います。次に、心構えおすすめ動画3つ目っていうのは似顔絵メイキングですね。まあ、これちょっと心構えじゃないんですけれども、今ですね下書きだけしてもらってる段階でですね、これからペン入れと色塗りも入ってくると思うんですけど、完成させるまでのイメージができるようになるので、一度この動画を見てほしいなと思います。似顔絵メイキング13分ってやつですね。これ僕の奥さんのゆうすけさんが描いた似顔絵なんですけれども、下書きから完成までですね早送りなしのノーカットで描いてます。13分で女性1名の似顔絵を描いています。これぐらいのスピード感とクオリティで描けたら一流だよっていうことですね。特にこの動画解説がないんですけれども、まあ、これを見てもらえると一連の流れが把握できてですね、目指すところのイメージっていうのが参考になるかなと思いますので、ぜひ一度見てください。ちなみにですね、一連の流れを音声付きで解説した動画もあります。こちらですね、似顔絵の描き方講座音声解説下書きから完成までっていう動画になります。ただこれですね、ちょっと早送りした動画なので、こう実際の速度感っていうのは体感できないので、まあ、ただこの流れ一連解説してるので、まあ、これも参考にしてください。リアルな速度としてはこのメイキング13分ってやつを参考
にしてもらえると、まあ、これぐらいの速さで描けたらいいのかなっていう、まあ、13分ってかなり早いです。基本的に15分ぐらいで似顔絵って描けるといいねっていう感じなので、まあ、ちょっと早いかなぐらいの感じですけれども、参考にしてください。ということで3週目すずさんの似顔絵添削進めていきます。まあ、今週もまだ下書きのみです。女性の似顔絵添削進めていきます。すずさんの絵こちらですね。似てるかっていうとちょっと微妙かなと。で、何がっていうと今回ちょっと赤い線だけだと分かりづらいなと思って画像もちょっと加工してるので、どこまでが添削したのかっていうのを画像を見てもらわないとちょっと分かりづらいんですけれども、見比べてもらうと何を変えたかっていうと顎の面積を大きくしてますね。結構この人ですね、エラが大きくて丸い印象なんです。特に太ってるわけじゃないんですけれども、顔が丸い印象で、もうちょっとこの下顎のあたりを丸くしてあげた方が良かったなと思います。で、目の感覚はこの人目が結構離れた感じなので、ちょっと目を離しまして、で 目自体はつぶらな目をしているので小さい目にしてあげた方が似たかなと思います。あと眉毛がもうちょっとスラッとした眉毛というかですね、こんなに悩んだ眉毛はしてないのでスラッと描いてあげた方が似たんじゃないかなと思います。あと、おでこが狭くなる傾向があるのでちょっと気をつけてください。あと頭が右側がちょっと大きすぎたのでちょっと削った方がいいかなと思いました。あと体のバランスとしては肩まで入れるようにしてください。以上です。次、男性の似顔絵添削入ります。これ似顔絵描いてもらった似顔絵ですね。まあ、ちょっと若干気持ち悪くなっちゃったかなっていうところはありますね。2度もちょっと低いかなっていうところはあります。で、添削したのがこちらで、この人の特徴って結構顎の面積が広いので顎をしっかり描いてあげるっていうのと、ほうれい線こんなに描かない方がいいかな。ほうれい線と目のシワ、この人とても若い人だと思うのであんまり描かない方がいいですね。シワを入れなくていいと思います。で、目が大きすぎたので目を小さくして、眉毛の形も違うかなと思ったので直しました。あとやっぱりですね、おでこが小さくなりがちで、おでこの形を把握した上に前髪を描いてあげましょう。で、おでこが狭くなっちゃってるんで頭の大きさも小さくなってるので頭の大きさもちゃんと考えて髪の毛を描いてあげましょう。やっぱり頭が小さくなりがちと目が大きくなりがちっていうのはいつもありますね。はい、次、また男性の似顔絵添削です。この人はかなり似てていいかなと思うんですけれども、改善点は多々あります。まずですね、ここ写真見てもらうと確かにここにほうれい線か何かわからない線があるんです。これよく見てもらうと影なんですよね。鼻の影なんです。ライティングのせいだと思うんですけども、なのでここに線を入れるのはちょっと間違ってるなと思ったので、これちょっと×しときました。あと、目がちょっと大きすぎるかなと思ったので気持ち小さくしました。まあ比較的この人は目が大きい人かなとは思うんですけれども、それでもちょっと大きすぎるかなと。あと目がですね、写真を見て描いてもらったと思うんで多分こっちを見てないじゃないですか。似顔絵的にはこっちを見てるようにした方が生き生きとした絵になるので、こっちを見てるようにしてあげるといいかなと思います。目の位置ですね。あとやっぱり眉毛がですね、なんか変わっちゃうので、もうちょっと眉毛の形ちゃんと捉えてください。眉毛の形って結構その人の印象を左右するので、ちゃんと捉えてあげた方がいいかなと思います。こんなに垂れ眉で太くないかなと思います。あとですね、この人の特徴としてはおでこがやっぱり広いので、おでこの広さをちゃんと把握してもらって、その上に髪の毛が乗るっていうようにしてください。やっぱりいつもおでこ狭くなりがちですね。で、それに伴って頭ももうちょっと大きくなるはずです。以上です。あと口の形がですね、この唇のこの2つ山になった感じ、これちゃんと描いてあげて、口の形って先端がちょっとですねこんな感じで出っ張りがあるので、それも表現してあげてください。以上です。はい、次に女性の似顔絵添削進めていきます。まあ、結構似てて可愛くていいかなと思うんですけれども、こちら僕直してみました。赤線じゃなくて画像加工してちょっと直してみたんですけれども、どこを直したかっていうと、この顔のパーツをですね全体的にちょっと下にして、あと目をちょっと小さく修正しました。そうすることによってこの人頭の面積が大きいというか、頭結構大きい印象じゃないですか。
そうすることで頭を大きくしたのと、顔のパーツを下にすることで頭の面積を大きく見せたっていうのと、目がちょっと大きすぎたので小さくしました。で、位置を下にしてます。あとですね、ほうれい線ががっつり描かれてたので、この人かなり若い人だと思うので、ほうれい線はなくていいかなと思います。なので基本的に若い人は描かないでいいです。で、年配の方で、描かざるを得ないっていう時に描くぐらいですかね。シワは基本入れない方がいいです。で、シワ入れないと別人になっちゃうなっていうぐらいな時にちょっと入れるぐらいですね。はい、でも基本似てていいと思います。やっぱり頭が小さくなりがちっていうのがありますけれども、似てていいかなと思いました。はい、次、女の子の似顔絵添削ですね。これめちゃくちゃ似てていいなと思いました。で、改善点としてはですね、髪の毛を結んでいるこのリボンはちゃんと見栄えがいいように配置し直してあげてください。写真の通り描いてもらったと思うんですけれども、ちょっとバランスが悪いので、ちゃんとこっちに見えるようなリボンの配置に直してあげてください。こういうのは髪の毛の飾りだったりとかも一緒です。ちゃんと見えるように綺麗に並べ直してあげてください。あと、髪型が変わっちゃったので、髪に収めようとしたらこうなっちゃったと思うんですけど、やっぱり髪型変わっちゃってるじゃないですか。髪型もですね、その人の特徴なので、ちゃんと書いてあげてください。無理に収めようとしなくていいです。もう収まらないんで、この横に飛び出てるような髪の毛っていうのは。なので、切れちゃっていいと思います。次に目、鼻、口を下に持ってきました。やっぱり顔のパーツが上に行きがちなんです。特に子供は下にしないと子供らしさっていうのは出ないので、こうやって顔のパーツをこれ下にしたんですね。そうしたら子供らしさが出てるじゃないですか。特にこの子は頭の面積がかなり大きい子なので、顔のパーツを下にして頭の大きさを強調してあげてください。僕が直したやつの方が子供らしく似てるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。でも、かなり似てていいかなと思います。はい、次に、親子の似顔絵添削ですね。お母さんとお子さん、子供はいい感じなのかな。お母さんちょっと似てないかなと思いました。で、僕が直したのがこちらです。もう画像加工してちょっと直しちゃったんですけど、まず目が離れちゃったので目を近くしました。この人は基本普通の目の感覚だなとは思うんですけれども、離れすぎてる印象があったのでちょっと近づけました。あと、輪郭をですねちょっと丸くしました。この人、顎の先端は尖ってんですけど、顔の輪郭っていうのはふっくらした輪郭してるのでふっくらさせました。ちょっとこんなに尖ってないと思うんですよ、顎が。なので、もうちょっとふくよかにしてあげた方が似たかなと思います。あと、眉毛が特徴的なので、キリッとですね、特徴をちゃんと捉えて描いてあげるといいと思います。ちょっと太すぎるのと、位置がですねもうちょっと上かなと。結構この目と眉毛の位置がですね、感覚がある人だと思うんですよ。近すぎますよね、この目と、眉毛の位置ですね。もうちょっとここ離してあげると、やっぱりパーツの位置で印象って全然変わってきちゃうので、こういったちょっとした印象も捉えてあげてください。次に、お子さんですね。子供もですね、目が離れちゃったんですね。この子は普通の目の感覚だと思うんですけれども、ちょっと目が離れちゃったんですね。ちょっとすずさん目が離れがちなのかなって思いました。他のやつもちょっと離れたのが多かったので、で、目をですね近くしてあげました。で、鼻の位置をちょっと上にしました。鼻の位置がちょっと下すぎるんですね。特に子供はそんなに鼻筋がないので、鼻の位置をちょっと高めにして目と近くしてあげると子供らしくなります。その子の特徴にもよるんですけれども、ちょっとこれは離れすぎかなと、鼻の位置が。で、輪郭がですね、もっとポチャッとした丸い感じなので、丸くしてあげた方が子供らしくなります。どうですかね、ちょっと大人びた小学生ぐらいに見えちゃうかなと思うんですけれども、僕が直したやつだと赤ちゃんっていう感じがすると思うんですね。で、輪郭はぽっちゃり描いてあげる。で、顔のパーツは直してないですね。目を近づけたぐらいですね。で、こっちの方が多分似てるかなと思うんです。なので、目の位置気をつけてください。あと、輪郭も気をつけてください。添削は以上です。次に、すずさんの今週の感想ですね。今週の練習してみた感想をいただいたので、回答というかですね、感想について僕の感想というか
言っていきます。抱っこしてる表現が難しいですってことで、まあ確かに抱っこって難しいですよね。でもですね、結構ちゃんと描けてたかなと思います。この親子の絵ですね、こんな感じで割とよく描けてたのかなと思うんですけれども、強いて言えばですね、子供を支えてる手が描いてなかったのが違和感でした。なので手も描いてあげてください。まあ手は難しいんですけれどもですね、練習で描かないといつまでも描けないので、下手でもいいので、もうどんどん手を描くような感じで意識してみてください。次に似顔絵らしい二度を上げるために配置を意識したいですということで、まあ前回もですね、似顔絵はパーツの配置が全てとお伝えした通りですね、特徴を捉えてパーツの配置を考えてください。特に目が離れすぎてたりとかですね、頭が小さくなっちゃったりとか、パーツが上すぎてちょっと子供らしさがなくなっちゃったりとかですね、やっぱり配置がちょっとまだまだかなっていうので、まあそこを意識してもっともっと似てくると思います。次、男性のバランスと体の入れ方が苦手なので頑張りますということで、まあ何度も言っちゃいますけど、男性はですね、目が大きくなりすぎなので注意してください。あとですね、体は肩まで入れることで、まあそれに沿ってですね、首の太さだったりとか体の大きさが決まってくるので、まあ肩を収めるって考えるだけでキャラっぽく可愛く描けるようになるんじゃないかなと思います。まあ体もですね、ピースとか手を入れたポーズなんか描いてあげると明るく楽しい絵になるのでより良くなりますので、こう練習今のうちにしていきましょう。ちょっとポーズとかもだんだん入れていってほしいかなと思います。まとめ、だんだん似顔絵らしいですね絵になってきました。まだまだね、改善点はありますけれども絶対上手くなりますので、学んだことをですね意識して改善して頑張っていきましょう。ということで、プロの似顔絵師を目指すすずさんがですね、3ヶ月でどこまで上達できるのか、ぜひすずさんの応援よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また来週もお楽しみにしていてください。ありがとうございました。